こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、計画的？日テレ真相報道バンキシャ。背景のスタジオセットに中指を立てた手のようなものが。真相報道バンキシャ。知ってる？日テレの番組やけども、なんとスタジオのセットの後ろのね、背景に中指みたいなデザインがあるらしいよ。ファックユーみたいなね。ちょっと早速ね、それね、ネットざわついてるんで、どんな声が上がってるかちょっと見ていきましょう。ユーの、え、バンキシャリニューアルしたと思ったら中指立ててる？まあ絶対に違うんだけど、自分の心が腐っているので、マス穴の後ろのセットが中指立ててるように見える。ゲリゲラー公務員ニート。バンキシャついてたから見てたんだけど、中指立てられたかと思った。ふわ、この背景めっちゃ中指立ててるみたいじゃない？私肩幅。ところでバンキシャのこれ、完全に中指立ってる気がするんだが、トリックアートとかですかね？これは中指やろ。どう見ても中指やろこれ。まあこのデザインについてね、日テレの広報部が何て言ってるかというと、このような指摘が出ていることについては把握していないとしつつも、何かを意図しているデザインではないと回答してるらしいっちゃんね。いやいやいや、ミルキーブルーデザイナーやけども、これはね、デザインっぽく見せて、実は中指と思うよ。こんなん、意図的とかじゃなくて作れんやろ、たまたまとかね。っていうか、デザインした人も気づくやろ、中指っぽいなって。ね。まあ昨今ね、このテレビ業界に関しては、日テレとかね、フジテレビ、それのね、外国人直接保有比率、外国人がね、株を買ってるんやけど、その比率がね、20% を超えてるって言われてるっちゃんね。この外国人直接保有比率とは、放送法で定めてるね、外資規制により、外国人など議決権割合が 20% を超えると定派になると決められてて、それをね、超えてるっていう指摘が出てるとよ。フジテレビは 20% を超えて 32.12%、 日本テレビは 23.77% とね、指摘されてて、20% を超えてるって言われてるっちゃんね。まあそんな状況で総務省がね、すべてのテレビ局とラジオ局の外資比率をね、調査すると発表したっちゃけど、この中指デザインってさ、そういった何？総務省の調査とかに対する腹いせというかね、挑発なんじゃないの？ふざけるなみたいなね。ファックユーみたいなさ、そう思うけどな、なんかね。まあとにかくね、この放送事業にね、外国人保有比率が 20% 超えると、例えば番組の中で他国の宣伝をね、ちょいちょい織り交ぜたりせないかんし、外国の意に反する番組がね、作れんくなったり、下手するとこれどこのテレビかい、どこの国のテレビ番組なんかいみたいなことになるとよね。
外国人が株をたくさん持つとね、そうならんためにも 20% って抑えられてるっちゃけん、ちょっとね、昨今言われてるフジテレビと日テレの外国人株保有率、これの調査はね、しっかり総務省は嘘偽りなく調査してくださいね。絶対これ忖度して 20% 超えてませんでしたとか言わんでよ。もうこの、しかしこのファックユー中指日テレはね、猛省すべきよ。こんなデザイン意図的じゃないと作れんと思うけんね。もし意図的じゃないとしたら、これが何なのか説明すべきなんじゃないかな。まあ多分これ問題になってるんで、日曜日の番記者背景変わってると思うけどね。まあミルキーブルーは意図的と思いまもす。日テレよ、猛省しなさい。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。